スノーボードクロス大会におけるスノーボード選手。スノーボードクロスは、スノーボードの競技の一つ。オートバイのモトクロスに似ていることからこの名がついた。自転車競技のフォークロスにも似ている。比較的新しい競技で、もともとは、アルパイン競技者とフリースタイル競技者双方が楽しめる競技を、といった発想から生まれた、障害物レース的な競技であるが、近年は、 専門競技化が進んでいる。複数人で競技するため、接触、転倒も多く、雪上の格闘技とも言われる。早く滑れる選手がそのまま勝つとは限らず、海選手も先行する選手のミスなどで一気に逆転することがある。鳥居の五輪女子決勝で、リンゼイジャコベリスがゴール直前で転倒、金メダルを逃したのはその例である。日本スノーボード協会では、 1995から1996年シーズンからプロスノーボーダーズアソシエーションアジアでは2000から2001年シーズンから正式種目となった2000年よりスノーボードクロスの名称に統一されたがそれ以前はボーダークロスと呼ばれていた日本では商標の関係で解明された経緯があり PSA の正式種目名がスノーボードクロス FIS の正式種目名がスノーボードクロスであるが海外では今でも一般的にはボーダークロスと呼ばれている。冬季オリンピックでは2006年のトリノオリンピックから正式種目となった。スロープビルダーと呼ばれるコース造成の技術者が1000メートル前後のコース中にセクションやオブスタクルと呼ばれるキッカーやウェーブ、バンクなど複数の構造物を設置し、 基門で規制する。これらセクションや基門の位置によってコースの難易度が変わってくる。スタートにはスタートゲートが設置される。黎明期や草大会ではゴム紐によるスタート合図なども見られた。バルドネッキアに作られた鳥の五輪のコースは約700メートル。基本は複数人が同時に同じコースを滑走して着順を競い合うノックアウト形式。 予選では一人ずつ滑りタイムを競う場合もある。番号のビブではフィニッシュの審判が難しいため色分けされたビブを使用する。選手の識別には番号のビブを重ねて切る場合、番号の入った ID カードやステッカーを配布する場合などがある。一人の五輪では予選は一人ずつ2回滑り、良かった方のタイムで順位を決め、男子は上位32名、女子は 上位16名が決勝トーナメント進出。決勝では予選の順位に応じて4人1組のグループに組み分けられ、同時に滑り上位2名が準決勝、決勝へと進出。下位2名は順位決定戦に回った。競技の性質から接触などが多く、プロアマ問わずヘルメットやプロテクター着用のルールがある。恋の妨害は反則となる。ありがとうございます。